評家の辻幸です。生け花は自然の美しさを引き立てて調和させることによって人々の感情を喚起させる日本古来のアートです。僕は富士山の麓に生まれ自然に囲まれて育ちました。建築を目指していた僕はある日生け花という自然の表現に出会い、その世界にすぐに惹かれてしまいました。生け花から学ぶ多くの中で畏敬の念こそがその本質なことを思います。僕らが用いる枝や花に対して感謝と尊敬の念を持ち、多様な素材それぞれの中に無限の美しさを見出し、手を加え調和させることで生命の彫刻を作り出すことが生け花です。自然と対峙するときにはいつもその力強さと美しさに圧倒されます。今の現代では人々は様々なことに不安を抱えて生きています。ふと思いやりを持って自然に触れてみることによって人生の学びを得られることがあります。自然はずっとこの星と共にあり、人間はずっと自然の一部です。